はい、それではですね、この後ほどインタビュー、そして新曲も紹介しますから、どうぞお楽しみに。楽しみに。んなわけでございます。全員で例のやつ言ってみましょうか。ですが、その前になんかあの挨拶があるということでございまして、はい。Are you ready? Yes. No, I'm a man. あ、やったやったはい、いかにも本当にこの和やかな雰囲気で始まっておりますね。じゃあ気分を新たにいってみたいと思いますね。全員一緒に TOKIO ROCK TV はい、そんなわけでございましてですね、もうすでにこのメンバーとして我々はですね、あのこのなんだか互いにこう友情を交わすためですね、乾杯ですね、乾杯、ワインやら日本酒やらオレンジジュースはいろいろあるわけでございますが、まずは、メンバーの自己紹介をですね、一人一人やっていただきたいと思いますね。はい、Please introduce yourself. Throat. I'm Bobby Blotzer on the drums, baby. Juan Crucier, bass, vocals. Warren DiMartini, lead guitar. はい、という5人組です。はい、皆さん。My name is Kohei Otomo and vocal. わかりました。本当にあの皆さんこの決まってるというかですね、この非常にこのビシッとした感じなんですが、アメリカはどこの出身なんでしょうか。Where are you from in the States? Hollywood, California. カリフォルニアのハリウッド。ほら、ね、昔行ったことあるでしょ。ね。カリフォルニアのハリウッドよ、もう本当に、だからってわけじゃないんですけどもね、はい、あのカリフォルニアとかこう僕なんか古い方なんだよ、人間なんでね、うん、どっちかというとこの AOR っていうんですかね、青い感じのこの音楽がすごい同時性ですね、そういう感じがするわけでございましてですね、いわゆるこの、まあ、そういうタイプのロックを想像してしまうんですね、そんなカンナでございましてですね、うん、LA は随分この変わってきてるわけなんでしょうかね、はい、そうです、Do you think Los Angeles has changed a lot? Like, you know, he imagines AOR when he hears California, you know, more like a smooth, easygoing music? No, it's very rough and rat. A lot of rat and roll. There you go. 去年からラッツンロールになっているっていう。ロックロールがラッツンロールになっているというね。Not rock and roll, rat and roll. やっぱり古いんじゃないですか、大友さんの考え方は。やっぱりこの時代の波というんですかね、もうこのカリフォルニアのこれイコール AOR という方程式がもう今なくなってしまったわけなんですね。はい。あのラッツンの皆さんはいつ結成されたんですか ？When did you form this band? 19811981年だそれ。だからまだ4年目でね。4 years? 4年目ですって。あのヘビーメタルというこの呼び方があるわけですよね。でこの実際その、まあ、日本ではヘビーメタルという言葉がすごく流行ってるわけなんですが、まあ、向こうアメリカの方ではですね、うん、そのハードロックとかですね、うん、ヘビーメタルとかそういうこうどういうふうにこう区別されてるのか、ね。It's really popular right now, and there aren't too many differences between hard rock and heavy metal. But then, what do you consider like the difference between those two? Judas Sabbath and Rat. Or Judas Priest and Duran Duran. Judas Priest とデュランデュランの違いとかね。その辺がこうハードロックとヘビーメタルの違いだって言ってますけどね。なるほどね。Rat is not heavy metal. そこのところがディフィカルト。Rock and roll. It's rock and roll. Rock and roll.ラッツはヘビーメタルではなく、ラッツンロールって言ったんですね、確かにね。ラッツンロール。だからロックンロールの方だ。ラッツンロール。Yeah, ラッツンロール。Yeah, ラッツンロール。ラッツンロール。だからございましてですね、なんていうんですか、イギリスの方でですね、去年エチオピアとかの難民救済のこのいろんなね、大物のアーティストが集まったこのレコードを作ったりなんかしたり、でアメリカでも最近あったんですが、そういうものに対してですね、このどういうお考えをお持ちでしょうかですね。勝てないからです。USA for Africa, support for Africa. What do you think about those people? It's great. We ourselves got involved in that project. On the MTV. The MTV cans.あのね、はい、最高だと思うし、はい、ラッツのメンバー自身ね、MTV なんかで、はい、募金運動に協力したんですって、うん、だから参加してるしね、やっぱりああいう運動は最高だと思う。募金運動とならおかしいですね、向こうにやっぱ募金って言葉あるんでしょうかね。ええ、いやというか、ね、お金をね寄付したり、大体僕なんかもですね、ロックンロールバンドを組んでですね、うん、1年間に150件ぐらいコンサートやるんですけども、ラッツの方々というのはこう1年間にね、どんくらいもあるんでしょうか、コンサートの数。How many concerts do you have like in a year? About 200以上という桁が違いますよ。いや桁一緒なんだけどね。あ、そうか、200 すごいですね。
ごいですね、やっぱり。じゃあ、そろそろですね、曲をですね、言ってみたいんですが、ぜひ、あのメンバーの方に紹介してもらいたいんですね、自分の曲を。はい。Yeah, this first song and video is a song called Back for More. まあそんなでございましてですね、本当にこの後のアポロンディに続きましてですね、本当にこの英語は喋れなくて、本当になんでこの惨めなもんなんだろうって感じがしてるわけでございますが、ところで皆さん、来日というのは、はい、今回は初めてなんでしょうか。 This is your first time here in Japan? Yes. We love it. ということで、初めてでもう最高だ。それぐらい俺だと分かんない。Yes ったんだからお前。私一つ聞きたいんですけれども、月並みなんですけれども、日本に来てからの印象とかね、あとは日本の女の子についてどういう風に感じたかですね、大事なことですね。Okay, first of all, what's the impression in Japan? Much respect. Great. We love it. I think you'll see a lot more of us in the future. Definitely. すごくね、気に入っててね、もっともっとラッツを日本でね、見つける機会が増えてくるだろうってことは、もっともっと何度も来てくれるんじゃないかっていうね。で、まず2本目ね、今度はね。What do you think about Japanese girls? Beautiful. Love them. もうこれだけの反応でわかると思うんですけどね、綺麗っていう言葉がね、後ろから飛んでますけどね。なんかね、このいろんなこの来日したるんの方がですね、日本の女の子は最高だとですね、しかしこの最高という意味ですね、このいろんな意味があるんじゃないかとね、どういう意味なんだろうなという感じをしたいと思いましてですね、何が最高なんだろうっていうね、思わずこう聞くんですか、どうでしょうね、まあこれ私の独り言でもいいんじゃないですか、皆さんどうですかね、その辺。聞いてなかったよ。そうだよ、はい。それでね、俺はもう今日ね、相手がね、彼らだからね、勝負するよ、化粧で。そういう意味でね、今日はね、パンダみたいな表を作ってきた。表、彼らにですね、その全世界のね、ヘビメタ、まあ、ロックンロールと言いましたけどもですね、まあ、1位はやっぱりですね、ナンバーワンはラッツですけどね。あとね、ナンバーツーからファイブまでね、選んでいただきたい。あ、じゃあ、書いてもらいましょうね。結構ね、レイシー・ロナスなんか入ったら面白いですけどね。相変わらず英語書くのも上手いですね。そうですね。マットレイ・クルーが2番に入りますね。まあそれでございましてですね、非常にこの和やかに進んでございましてですね、大友さんが反対にこうやって選んでみると難しいでしょ。難しいですね。自分たち以外にこの眼中になりますね。その中でやっぱり自分は決めるってですね、本当にでも結構揉めてますね。揉めてますですね。バンヘイレンが入ったようですね。はい、ということでできたようですね。エミどんな名前ですか。ですね、もちろん1位ラッツということで、次がマットレ・クルー、3番ジューダス・プリスト、オージー、そしてバンヘイレンですね、が5位ということで決まったみたいですか。なるほどね。一応ツアー途中ということなんですね、ぜひこの日本でもいいステージを見せてですね、このファンをね、たくさんですね、魅了していただきたいと思いますね。さて、じゃあもう一曲の方ですね、またメンバーの方に自分の曲を紹介していただきましょう。はい、Do you think this is the second song? Certainly. Next video we're going to show is something called Wanted Man. Spaghetti Western. You like John Wayne, so do we.